はいどうもマノチです。よろしくお願いします。プロスピエースやっていきましょう。ちょっと飽きちゃってねやってなかったんですけど、プロ野球がね今日から開幕ということで、それに合わせて俺も復活していこうかなと思います。だいぶねこう気分もこう乗ってきたんでね、やっていきましょう。試しというかテスト的な感じになっちゃうんですけど、おそらくスマホだと縦画面で見れるんじゃないかなとは思います。見れなければごめんなさいね。で、いつからこう出たのか分かんないけど、代打2人枠があって、これをねちょっと、埋めていきたいなということで、今回ガチャスカウトかスカウトやっていきたいと思います。でね、ログインだけはしてたの。もう絶対俺も飽きてはいたけども、絶対復活すると思ってたからログインだけはしてたので、ね、いっぱいあるから、このゴールド契約書とかいっぱいあるが、まずこれを引きます。引いてその後にスカウトで、さっきチェックしたらね、スタートダッシュスカウト S ランク1人確定ってやつ、10連でこれがねあったんで、これをもうやっていこうかなと思います。まあちょっとね、こんだけガチャスカウトやればチームを一新できていい感じになるんじゃないかなと思います。まずは、このたまり切ったやゴールド契約書をね引いていきましょう。どんどんやっていくよ。今誰があれなんだろうね、当たりとかなんだろう、全然わかんないけど。好き、あ、なんかちょっと演出変わってるね。かっこいいかっこいい。誰だ、すげえかっこいいなんだけど演出は。いいんでしょう。なんかついてるよ。2016シリーズ1シリーズっていいのかな読み方。なんかすげえ変わっちゃってるな。あ、B ランクある。侍ジャパン契約書、これやろ。これスキップしてった方がいい？ちょっと見せて。見せて。誰だ？お中田だ！あ、けど B ランクか。あ、そうか、B ランク確定だもんな。A ランクあるね。B ランクや。ちょっとあれだね、 A なり S なり欲しいね。お、杉谷。あ、ていうかやべえ、俺カードのやつ満杯になっちゃうな。所持数が満杯になっちゃう。いいんでしょう。嬉しいな。これはこれ能力見れない。あ、見れる。まあ、ちょっとレベルが上がってみないことには分かんねえな。うん、いいんでしょう。A ランク。 S 欲しいね。いいよ。残りはゴールドか。よし、引くぞ。 S 引くぞ。俺ね、セカンドのね S が欲しいんだよね。出るのかなこれで、この契約書で。もうすぐ枠がいっぱいになります。分かってる、それは分かってるんだ。まだ顔の演出とかあんのかな、出てこないけど。一回カードを売りさばかないとな。S 欲しいね。いいよ。俺ね、ほんとね、セカンドの S が欲しいの。今誰いるの、セカンドの S とかって。お、アンダーソンだ。いいよ、好きな選手だよ。ちょっとまあ B ランクだからね、出ることはないと思うけども。わー、いいんでしょう。やった、これちょっと嬉しいな。中村悠平出るんじゃないか。ちょっとごめん、一回選手売るね。一回カットします。はい、すいませんね。 OK です。このスタートダッシュスカウト S ランク自チーム選手1人確定、自チームの S か。ちょっと待って、見るぞ。登場選手ファイターズ、健介、吉川、谷本、西川、春樹。
いいな、ケンスケ当てよ、ケンスケ当てよ、ケンスケ当てよ、すごく欲しいよ。よし、じゃあやるよ、やるよ、10連。はい、よし、これまた10連だと変わるのかな、演出。お、あ、ここで顔が出るんだ。よしか、誰誰誰、全然喜べないから。これいや、わかんねえもんなちょくちょくわかんねえもの。誰誰、ね、喜びが全然わかないよ、これだったら。もちろん、おお、あ、吉川、まあ使うといったら吉川選手だけか。こうなると福袋いくかい。ちょっと待てよ、けど購入2回目以降です、確定でしょ。ってことは足りないんだよね、10連やっても。今409しかないから、今さらあんま A ランクはいら欲しくもないじゃないんだよね。いや、いや欲しいな、どうしようかな。やっとくか、やるか。なんか俺なら引く気がしないか、気がする。行こう、復活したんだから、今日復帰だから、復帰戦。顔は出ない。いやー、全然表示されないねお、里立つ。アタック、いいね。どこ、ショート、ショートだよな、きっとショートなんだろうな。俺はセカンドで使いたいけど。あ、やったやったやった、金子チーロやった。いやー、ちょっと待って、俺代打枠2人どうしよう。いや、どうしようかな。俺さっき、俺も侍ジャパンの中田取っときゃかったの。俺売っちゃったもん、普通に経験値にしちゃったもんな。控えと交代、まあ、秋山選手がいるじゃない。 いつゲットしたのかもう覚えてないけども、じゃあ秋山選手使おう、代打で。どうしよっからな。ちょっと待って、これ選手の能力って見れないっけ、長押し。ちょっと待ってよ、こんな感じかな。で、ピッチャー、そうね、じゃあ上沢と、ね、吉川光を変えようか。いや、金子千尋入れたいね。ただレベル1を、まあいっか、これガンガンやってて俺レベル上げるから、うん、これでいこう。セーブ、はい。ちょっとさ、俺あのタク見たいのよ、ちょっと。どこだ、タクがさ守備、違う、これか、 C か。 C だと能力下がっちゃうんだっけ。B 以上じゃないと下がるんだよね、そんなあったよね。いやー、使いたかったけどな。まあしょうがないか。はい、ということで、今回はここでやめようかなと思います。またこれからね、
ちょこちょこと撮っていきたいと思います。まずはプレイしてね、感覚取り戻さないとね。はい、ということで、まあ今日はちょっとスカウトだけの動画だったんですけど、これで終わろうかなと思います。そんじゃ終わります。バイバイ。